今日はマグカップキッシュを作ります。はい、ではまずマグカップに冷凍の野菜を入れます。で、これを電子レンジ500ワットで30秒から1分加熱します。はい、ボウルを用意したらここに卵を割ります。で、溶きほぐします。牛乳を加えます。で、かき混ぜます。ここにコーンスープの素を大さじ1杯加えます。ちょっと山盛り目です。を加えます。で、混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。先ほど温めた冷凍野菜にベーコン、とろけるチーズを入れます。で、具材を全部入れたら先ほど作った卵の液を入れます。これをオーブンで焼きます。はい、焼き上がりました。上にパセリをかけて完成です。綺麗な焼き色もついてます。はい、ということで今日はマグカップキッシュを作りました。早速いただきます。結構ね、ボリュームあります。いただきます。コンポタージュで味付けしたんですけど、すごいまろやかな味わいになってます。美味しいですね。はい、朝食なんかにはすごくいいと思います。シーフードミックスでも美味しいと思います。はい、ということでぜひ皆さんも作ってみてください。この動画が参考になったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。えっぐー。